コンスタンティノープル条約は、1832年2月に、始まったコンスタンティノープル会議で、イギリス、フランス、ロシアの列強とオセマン帝国との間で署名され、ギリシャの独立が正式に承認された条約である。ギリシャ領土の変遷、1832年、独立時のギリシャ領1864年、イギリスより活上された、地域1881年。 オスマン帝国より割上された。地域1913年。バルカン戦争後に得た。地域1923年。ブルガリアより割上された。地域1920年。セーブル条約により割上されることになっていたが。1923年。ローザンヌ条約で失った。地域1947年。イタリアより割上された。地域1827年10月20日。 ギリシャ独立戦争の最中に発生したナバリノの海戦はギリシャの独立を決定づけた。そして1828年当初ギリシャ初代大統領としてイオアニス・カポディストリアスがカリシュト・ナフプリオに到着した。カポディストリアスはギリシャ独立のために可能な限り広い領土の確保、列強からの資金確保を行い、 ギリシャを可能な限り良い条件で独立させるよう、元ロシア外交官としての国際的経験と才能を用いて、東方清掃した。しかし、ナバリノの海戦以降、オスマン帝国スルタンの要請で、エジプトからペロポネソス半島へ遠征していたムハンマドアリーの息子イブラーヒームパシャが駆逐されると、列強各国はギリシャへの関心を失い、1828年、 コロス島で開かれた会議ではそれまで認められていたギリシャ国境線があまりにもギリシャに都合が良い条件であるとして却下された。さらにギリシャ領についてはペロポネソス半島は確実であったがイギリスの外務大臣パーマストン施爵を含めたギリシャ独立支持者らが強く求めていたアテネを含む地域アッティカでさえも除外される可能性もあった。 このため、カポディストリアスは論議の余地のある、コリントス湾の北方を得るために、アッティカ、ボエオチアを通過してその北方、アカルナニアなどをそれぞれ占領。さらに、クレタ島へは、マブロコルダトスを派遣して、占領を試み、キオス島には、ギリシャ独立主義者である、フランス人、ファブビエに占領させた。結局、ギリシャ軍は、アルタ湾までの地域や、 アッティキなどの占領に成功、クレタ島、キオス島の占領には失敗したが、カポディストリアスはギリシャが生き残るには、ペロポネソス半島のみでは無理であることを訴え、オスマン帝国の圧力に抵抗することは、不可能であると主張した。しかし、1829年3月に開催された、ロンドン会議では、クレタ島、サモス島を除いたアルタボロスを結ぶ線を国境とし、 ギリシャ軍が進出していたアカルナニアから撤退することを求め、一年後、アカルナニアをギリシャに含めないことが記載された外交覚書が交わされた。しかし、条約の成立は、ロシア、オスマン帝国間で、ロト戦争が発生したことで大きく立ち遅れた。1829年、ロト戦争の講和条約として、 アドリアノ・オープル条約が結ばれると、オスマン帝国は1827年7月のロンドン条約で規定されたギリシャに関する問題をすべて受け入れたが、ギリシャが完全独立を目指すことで、列強国はギリシャを出来得るかギリシャを規模に止めようとしていた。そのため1829年3月、ロンドンで結ばれた外交覚書でギリシャは、 オスマン帝国総主下で列強三国の保護下で王国として独立することが提案された。さらに条約の成立を遅らせた出来事があった。当初ギリシャ国王への就任を要請されていたレオポルドがギリシャとオスマン帝国との国境線が列強にとって都合の良いように変更されたことに強い不満を持ち、またギリシャ初代大統領カポディストリアスによる 悲観的なギリシャの将来像について説明を受けたことで一旦受諾していた国王への就任を1830年5月辞退した。1830年5月、レオポルド一世が国王候補から辞退し、またフランス7月革命の混乱などから国境問題は最終的にギリシャの新政府がイギリスで作られるまで決着しなかった。 パーマストンはアルタを、聖誕、ボロスを東端とする国境線を承認した。しかし、バイエルン王国の全権大使が、イギリス、フランス、ロシア大使と交わした、クレタ島に関する秘密協定は身を結ばず、クレタ島は1830年の、ロンドン議定書において1840年まで、オスマン帝国下で、 半ば独立状態であったムハンマド・アリーアサ・エジプトの支配下となった。また、サモス島もキリスト教徒が総督に任命されたものの自治領とされ、キオストも同様の扱いとされ、ギリシャ人が多数を占めていたイピロス、テッサリアは除外された。1832年5月7日にバイエルン王国とイギリス、フランス、 ロシアの列強三国の間で、ロンドン協定が結ばれ、ギリシャ王国は、アルタ・ボロスカを、北の国境とする独立王国とすることが合意され、レオポルドに提案されたものよりかは、多少なりとも拡大されていた。しかし、ギリシャ王に選出されたオットーは、当時まだ18歳になって間もなかったため彼が、成人になるまでは、摂政が政治を管理することになっており、また、 240万ポンドの追加借款が締結されたことでギリシャは独立国とは名ばかりの政治的、経済的に束縛された実質的な保護国に過ぎなかった。また、オスマン帝国は4000万ピアストルの保証金を得ることを条件にギリシャの独立に同意した。ギリシャ王国とオスマン帝国との間の国境線に ついては1832年8月30日に列強館で署名されたロンドン議定書においても繰り返し言及され、最終的にはコンスタンティノープル条約で批准された。この条約によって独立国家としての現代ギリシャが成立し、ギリシャ独立戦争が終結した。コンスタンティノープル条約の内容はギリシャ王国。 オスマン帝国間の国境の確定とそれに伴う国境委員会の選定、オスマン帝国への保証金の支払いとその支払いに関する取り決めが主である。他にオスマン帝国領がギリシャとして分離されることに伴うギリシャ領内のトルコ人の引き上げやギリシャ領内のトルコ人の私有地の放棄と売却の許可、 オスマン帝国との貿易を保護するのための代理省の指定に関する規定が設けられた。また、国境線によって北半分がオスマン帝国領、南半分がギリシャ領となったアトラ湾におけるギリシャ船舶の通行権が認可された。ありがとうございます。